で絶対聴きたくないって。私1個前の曲好きじゃないから。今日はですね、アメリカでクペラ歌手として活躍してるチンドリっていう友達がいるんですけど、歌い手の曲を聴かせたら誰が一番イケてるか、声の研究してる人だからね、その人が歌い手の曲を聴いてやっぱイケてるって評価するのって誰なのかってちょっと気になるじゃないですか。やっていきたいと思います。今回は今の僕の歌い手グループから5曲ジライちゃんの好きな曲を選択しました。エントリーナンバー1番、ストップリのヒューイーゴーです。心をくもらせ、感想をいろんな人のキャラクターがこうあって何人かってる、これね今4人で歌ってる、すごい息がみたいな感動今日の声が際立ってました。誰よ最初から2番目ぐらいでしたかな。そんな風に考えたことなかったけど、皆さん初めて聞いたから全然わからないんですけど、はい、触りはいい。はい、次はナイトエイでキスエンドです。どうですか、アンサンブルしてるところは、うん、さっきよりおストップリよりもナイトエイの方がいい。両方とグループともこう息漏れ担当息が多めのね、なんかこのグループすごい若い感じとこいね、若い感じとこがさ、めちゃくちゃ一人若い子がいたら、最初のテレ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 今暫定大ナイトエイです。ナイトエイアメリカにいるから、ね、日本の曲あんまり聞かないよ。聞かないね、韓国のトークと結構前だ本当前だね。で次はショコラディの時間性ヒーローを聞かせてみたいと思います。誰かが言っていた夢を叶えるためには結構みんな声に似てない、グループのまとまり的に良さそう、うん、あほらやっぱ声すごいいいね、いいいい、どれもいいよ、どれですか、うん、なんかリズムの取り方もいい、言葉がね、でもぐるっとしちゃうと乗れないかな、うん、でもやっぱそのナイト A ナイト以外な、最後はね、ゆかめの曲を聴かせたいと思います。アンチモラルスパイアリー軽々何でも出せる系の声爽やかだよ、ね、私、まあ、多分普通のメンズの歌だから結構つらいんですよ。あ、つらい、そう、喉上がっちゃってってなる系の声多分サラーしてとかすごい難しいはず、うん、跳躍でこの言葉入れるのは難しい、うん、でもいいよね。で曲の良さはどこだと思う、うん、私1個前の曲好きじゃないかも。未完成用のね、私2個前の曲かも。電車で聞きたくないって言ったやつ、うん、そうそうそうイレイスとイレリスの皆さん、私の友達が失礼なことを言ってしまい申し訳ございません、ごめんなさい。ヒエラルキーいいね、いいんじゃないですか、素晴らしい。今聞かせた中でベスト3、ズドド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 ナンバースリー、ナイト A の後の後の人、チョコラビ、未完成ヒーロー、イエスが3位、3位、おチョコラビが3位、何曲目はナイト A かな、ナイト A か2曲目の日本っぽい感じ、日本っぽいやつ、うん、アンサンブルがすごく、うん、声がすごく、おお素晴らしい。第1位ポンポケカメ、おーいやらせなしで、やらせなしでポケカメだった、やらせなしで何がいいって曲がまずすごくいいのと、声聞いてて辛くない、うん、歌い手の方々には非常に申し訳ないんですけど、うん、聞いてる中で聞いてると自分の喉も閉まってきそうみたいな方が何人か見たから聞こえたんですけど、うん、ポケカメさんは軽々難しいパッセージを言ってて、うん、入ってきます。よかった。じゃあ、あのアメリカのね職場にポケカメのポスター貼ってくれます。貼りますよ。皆さん1位になったところでございます。ポケカメさんプリン素材のポスター化してちょっとアメリカに貼ってもらって写真送ってもらいたいと思います。じゃあ送りますわ。このポケカメアメリカに進出おめでとうございます。ということでありがとうございました。はい。
ここ13年の中の親友なんですけど、はい、私の今好きな、ね、歌い手の界隈を親友に聞かせてみたときに、各自応援してますということで皆さんありがとうございました。バイバイ。